明日は見えますか？格差社会、社会エレベーターを動かせ。なんていう日経新聞の記事がありましてですね。なんだって？最貧困層が平均所得に到達するには、インドは7世代、日本は4世代かかる。ほう。ほう。あ、それでも米国よりマシなんだ。へえ。デンマーク、2世代か。すごいな。なんだかいろんな、怖いね、話があるんだけども。まあもう国自体が沈んでいく中ですね、一体どうやって生き延びていいのかっていうのも含めて、今日はですね、ジャーナリストね、そして高卒新論編集長でもある澤田さんとね、話をしていきたいなというふうに思います。澤田さん、よろしくお願いします。お願いいしまやー、だす。いぶ格差っだいぶて俺感じてるよ。格差格差感じてるよ。なんせ下から上がってきたからね、俺。格差。格差。差はまあまだいいじゃないですか。うん。ほう。それを成り上がろうとかね。うん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 。そういう希望があれば。ああ、そうそうや。それしかなかったわ。ももうだからな、もう何が希望がないともう完全な分断してるじゃないですか。う。で、逆転できないじゃないですか。安倍晋三の子は安倍晋三じゃないですか。アメリカ人ぞどこおらんけどね、ああ、あいつこうには。おらんけど、もうなんかあれじゃん、もうもはや永田町も世襲議員とかじゃないでしょ。もう4代、5代みたいなやつばっかりにまあなってきね、たでしょ。お殿様かよみたいな。まあ、そんなもんを見てるから、日本財団というのがあってですね、はあ、なんまあ、か日本財団、なかなか強烈なタイトルやね。日本財団命を支えるピー札プロジェクト。それにね、ちょっと行く前に、日本財団が定期的にやっている、18歳意識あ、調こっち査、の方か。18歳意識調査というのがあるんですよ。おお。これは、最新やん。2022年3月24日。ちょっと最新のやつが出たので、まあ、せっかくなんで今日これを話題にしようかなと思ってですね、今の18歳がどういう意識なのか。まあ、ざっくり、まあ、これ毎回ちょっと調査テーマがあるんですけど、この最新のやつは国や社会に対する意識。で、対象は日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インドの、17歳から19歳の男女、各国100名、各国、あ、ごめんなさい、各国1000人。で、調査期限が、まあ、最近、2022年1月26日から2月8日。で、その結果が公表されたんですね。第46回か。で、まあ、親の鏡、社会の鏡っていう、まあ、言葉もありますけど、ジャパンはもう絶望ですね。なんで？なんで？なんで？何若をい。もって絶望とするのか？どのような時でも前を向いて、うつ病になって死にたくなっても前を向いて、父親に捨てられても前を向いて、そして親戚に捨てられても前を向いて、不登校になって先生にいじめられても前を向いて、一生懸命勉強して通信制高校から公立高校に、清水さんは頑張った。俺は、ロスジェル世代で、俺が頑張って這い上がってきたんや、頑張ろうよ。そこにこうマイクを置いてそのまま退場しても大丈夫。それぐらい頑張った。どんな時でも這い上がれ、頑張るんだ。そのガッツがないのよ、っていう話だよね。今の10代。でも別に、じゃあ今の40代に俺みたいなガッツが標準的に存在したのか、でもそうじゃないと思うまけだあるね。まだある。ど。ま俺だあもおる。るし。まだあるっしょ。おう。で、いこや、れか。でもね、まあ、確かにね、まあ、僕とか清水さんみたいに、はっきり言って40代、50代で、まだなんか、一発総理大臣目指そうとかね、そこまで考えてるやついないですよ、あんまり。もうほとんどの人が、まあね、ロスジェネ世代、まあ会社に頑張ってギリギリぶら下がりながら、
払ってもらえない年金を払いながら、うん。老後の2000問題って何？って思いながら、親の介護を始めなきゃいけないとかね。私は総理大臣なんか目指してないよ。どうですか？私が目指してるのはね、王国のね、王様だよ。あ、その上。その上。世界を平和にした後に、いらなくなった原子力空母を4つぐらい、つなげて、そこに20万人ぐらいの町を作って、世界中の海のね、ゴミを掃除しながら、地震があった国にブイーンって行って、真水を供給して、ブワー、電気と真水っていうやつ。ハウルの動く城みブたいな。イーンって、ほんで、攻めてきたら、原子力で自爆して海を汚染してやるぞ。いいのか、攻めてもっつって。っていう。結構危ないね。プーなるチンほよど。りやばいからでしょ。暗殺してやればいいんだっつったら、プーチン、ソビエト伝統の死の手っていう核システムがあって、プーチンが死んだのと同時に世界中に核ミサイル発射みたいな感じで、私が暗殺された瞬間に全ての原子炉が爆発するっていう。そういうの面白くないですか。まあ、とはいえ、まあ、そうやって、清水さんとか私も、まあ、清水さんも、だって一時何本？ 6 本、7本、こうやって一月万冊やっでてる。叫び続け、まあ、私は私で、私のフィールドで叫び続け、これは何か不満があったり、そう怒よ。りもあるけど、その先に何か希望を感じるからやってるわけじゃないですか。そうよ。でもね、それをね、18歳ぐらいの若い連中がね、もはや絶望してるんですよ。それが怖いんよ。かわいそうに、本当に。これ、最新の調査ですけど、例えば5ページ目って見えます？これね、自国の将来について。これ、これ、悲しくなりません？これ、あるでしょ、なんか中国って書いてるところと日本、これ5色やろ。いや、これ、ちなみいに、や、これも、でも、なんか結構こういうのって、なんか国民性でなんかとかっていう人もいますけど、そのレベルの差じゃないだろ、これ。自分の国の将来について、自分の国の将来について日本良くなると思いますか？中国は、95.7%まあ、がこれも気持ち悪いけどね。正直お前これはこれで気持ち悪いけどね。ちょっとね、やっぱり、ちょっとちょっと話変わるけど、中国の国家って知ってる？中国の国家？知らない。中国の国家。知らないっす。知らない？知らないっす。せっかくなんで、ちょっとね、この際、やっぱこういう君が代とか歌ったあが、ああ、希望こう、があるんですか？あ、希望がある、希望がある。なるほど、なるほど。どういう希望があるかっていうのね、ちょっと、送る。ちょっと待ってね。どれぐらい希望があるかというとですね、こういう国家なんですよ。一緒。あ、これ日本語訳。そう、日本語訳。進め、各民族の英雄なる人民よ。偉大なる共産党は我らを率いて長征を継続する。すべての人々が心を一つにして共産主義の明日に向かい、祖国の建設、祖国の防衛に英雄的な闘争を進め。我々は先週万余にわたって毛沢東の旗を高く掲げて進め。毛沢東の旗を掲げて進めですよ。なんか中日ドラゴンズの応援歌みたいなね。これですね、抗日戦争の歌なんです。つまりですね、日本人を血祭りにしてやるっていう歌なでるほす。ど、なるほど。これ歌ってる中国人が95.7%、中国の未来わかる。やばい。でも、勇ましくない？勇ましいし、やっぱり単純に若い人からしたら、まあ当たり前に自信あるんでしょうね。自分の国の、例えば白物家電にしても昔と違って、昔はなんか本当になんか中国製品イコール、まあ安かろう悪かろうみたいなものが全然違うじゃないですか、今。10代の子たいちや、本当にに。とってはね。で、生まれた時から世界、
に世界第2位の経済大国なわけでしょ。それは自信もあるでしょ。日本ね、清水さん、13.9%。13.9よりね、この緑じゃなくてこの赤色の部悪くなる35.1%。分。これしかも17歳から19歳。そう、18歳の子が思ってるんですよ。韓国でさえ、まあ、韓国ってまあご承知の通り、超学歴社会で、もう就職が難しくて、不動産が爆上がりして、すごい生きづらくて、みんな、韓国以外の国で働くチャンスがあるんだったら働きたいみたいな感じじゃないですか。いや、それってなんか、国に未来感じてないんじゃないのって思うけど、それと比べてもこれやもんね。すごいな。これでもほんまに、例えばだから次のページとかめくったら、ちなみに、うちも撮ったんよ。澤田さんのこのネタに合わせて。マジっすか？若者は13.9%しか日本の将来について未来がないと感じてるわけでしょ？うちもというのは一月一万月冊万の冊も視聴者。視聴者撮ってみました。おお。では一体どれぐらいなのか。ちょっじとゃん。待ってください。日本の18歳が13.9%良くなると。はい。大人たちは7%。え、悪くなるわ。82%。変わらない5%。わからない7%。何が、どこが一番違う？やっぱ悪くなるが、まあ、やっぱり世の中はまあ、いろいろ経験して分かってる分。そう、もう希望なんかない。でもさ、そう考えると、一応、大人たちよりかは、若者は2倍希望を持っている。とは言わないよ、それは。一月万冊視聴者の方々って平均年齢ってどれぐらいなんですか？私とか澤田さんよりも年上の45歳以上で6割を占めています。なるほど。なかなかすごいね。ちなみにインドのすご歌い詞も勝利だね。なんだとか運命の調停者インドとかっていうふうに言うてるな。我々は全ての民の心の支配者言うてるぞ、インドは。そんなインドは、なんか、83%？83やね。清水さん、それ次のペおい、競ー争ジ力。でね、自国の競争力でね、経済とかね、すごいよ、日本。どんだけ自信ないのってちょっ感とじや。さ、自信なさすぎやろ、浅すぎやろ、これ。どんだけネガティブやねいや、イギリスよりかはあっていいと思うんだけど。ちょっと待ってください。いくらなんでもこれさ。ボリス・ジョンソンってさ、コロナ禍で国民にロックダウンしろとかって言っときながら、官邸でパーティー開いてたやつやで。で、今、警察に調査を受け取ってて。まあ、これはあれなんかな。謙遜してんのかな、日本人っぽい。これ。中国がキモいやろ、これ。すごいね。進めー進めー毛沢東の旗を持って進めーって まあでもいい。で、逆に、まあ、日本ほとんど、なんか、これだっそういう、て誤差やん。非常に強くなる。1.4%。だこういうなんかポジティブなやつは数字低いじゃないですか。で逆に例えばね、8ページ目行ってもらって、8ページ目。自身について、はい。こういうのだと日本トップなのね。ト例えップクばラこス。の日々の生活で不安や憂鬱を感じる。日々の生活で不安や憂鬱を感じる。第1位、65%。わあ、ベベタコどこや、ベベタコ。インドか。インド。インドか。インドや。あんとね、ちょっとね、おかしいんちゃう？
こんな不安感じひんなんて、もうちょっと悩んだ方がいい。奥深さがない。でもあれやね、これ、その左、日々の生活が楽しい1位、中国人やねんね、8割。中国人。進め、進めって。やっぱ、そうやな、すごいね。へえ。意外とでもさ、日々の生活が楽しいはそんなに差はないよ、これ。若まあ、者。そっか、6、まあ、日本でも67.7か。うん。一応7割ぐらいの人は楽しいのか。イギリスより高いよ。そうですね。日本が極端に低いのは、あれか、自分には人に誇れる個性がある。インド1位。インド1位やね。まあ、いや、倍とは言わんけど、半分ぐらいはあるよね、これ。もし、僕らが宇宙人だったとするじゃないですか。で、地球っていう国から、レポートが届いて、このレポートが届いて、あなた、どこの国に行きますで住みますかって言われたら、中国行くやろね、みんまあ、中国かインドかな。ああ、な。日本には行かないよね。そうね。何この、なんかみんな自信がなくて 希望がなくて、なんか鬱屈してる国みたいな。でも、なんか勉強とか趣味とか、夢中になれることが何かあるよっていう人は、あんま変わらへんねんね、これも。そんな差はないね。6、まあ最下位やけど、まあ1位インドが88.8で、まあ最下位80.4だから、そんなに差はないね。だから差がやっぱり著しくあるのは、この日々の生活で憂鬱や不安を感じるかも。ダントツよね。インド人とかと比べたら、要は2倍ストレスを感じてるってことでしょ、毎日生きてる中で。でもって自分には誇れる個性がないって子供が思ってるわけよね。悲しい。悲しいね。すごいね。ちなみにどうでした、澤田さんの18歳の頃。もう楽しくてしょうがなかったですけどね。澤田さんが18歳の時は、希望に満ち溢れ。1999年？1999年です。希望にあふれた。まあ、私はね。俺、私はだってあれですもん。高校も卒業してないです私、通もん。信制高校から、偏差値34の高校から一生懸命地元の県立の大学行って、そこそこの大学を出てね、そこそこの会社に入れば一生安泰なのよっていうふうに言われてた年に、山一証券と北海道拓殖銀行が破綻して、騙されたな、俺って、思っ清て、水さん、でもね、落ち込んでた。でもね、逆を言うとね、じゃあ、まあ、僕らの世代ってね、まあ、完全にバブル味わってないですけど、ないね。なんとなく子供心にあるでしょ。例えばね、なんかあるね。私の中で2つ強烈にあるのは、1つが平成になった瞬間、平成になった瞬間、家族旅行でスキー場から帰りの車の中だったんですよ。で、あの時ってなんか年1回スキー旅行に行ってたなっていうのがあるんですよ。贅沢やでも、のう。なんかそのバブルっぽいじゃないですか。バブルっぽいね。バブルっぽいでしょ。で、なんかもう1つが、なんだ、うちの親父が自営業だったんですけど、今とかやったらやってるとこないと思いますけど、零細企業で。いわゆるその社員旅行。社員旅行で韓国に行ったんですよ。まあ、お、私すげ相え。当ちっちゃかったからほとんど覚えてないんですけど、本当バブルど真ん中の時じゃないですかね。1989年。だから私8歳とかですでしょうけど、その2つが、まあ私の中では、あれがバブルだったのかな、みたいな、景気が良かった。まあ言うても、清水さんと私ほぼ同世代ですし、まあ山一証券が倒産したとか言う、
ね、とはいえ、まあ、その時逆にフリーターっていう新しい生き方が今から出てくるんですよみたいなね。それもうちょっと前やけど。それもうちょっと前ですけど、まあなんかまあ別にとはいえみたいな感じだったじゃないですか。でも逆にね、この今の18歳、将来、2004年生まれか。だから例えばね、現在の17歳の風景、ちょっと調べてみたんですよ。ほうほうほう、なんだ。現在17歳の風景、2005年生まれなんですよね。まず、おぎゃーってなった瞬間、IT バブルは崩壊してるな。で、8年後にリーマンショック。で、その3年後、まず3歳の時にリーマンショック、6歳の時に福島原発。で、2020年だから15歳の時に新型コロナウイルスが始まり、で、そして今、新型コロナウイルスが猛威を振るっている中で、ウクライナ危機が起きて、大学受験どうしたらいいやろうって悩んでる。それが17歳。それまあし、言うても、まあその、なん進ていうかな、学だっそた。の、よ、小学校上がるぐらいまでは覚えてないじゃないですか、覚えてない昔のこね。とっまあ、て。俺はファミコンのだことしか記から、憶にない。だからその絶望の源泉ってどの辺にあるのかなとか、見ていったら、ただ小、だから2005年生まれ、現在17歳ってことは、小学校に入学したのが2012年なんですよ。要はだから第二次安倍内閣の発足なんです。なるほど。美しい国日本ってやつか。だからやっぱり今のだから10代の子たちってでもベースが政治イコールあれですよね。政治イコール安倍晋三。だからもう小学だから彼らが小学校に入学して、いや中学校に入学するのが2018年ぐらいですけど、もうずっと森かけだヘチマだ嘘言っただ言わないだなんか黒田バズーカだアベノバイマイアベノミクスで3本の目の矢はいつまでも飛んでこないみたいなね。いや、それはね、希望なんか持てへんと思うよ。2012年にだから第二次安倍内閣発足して小学校入学するでしょ。で、まあ、小学校4年生ぐらいの時熊本地震とかがあって、あと、まあ、僕らの世代と考えられなかった、いわ台湾の、鴻海っていうような、いわ台湾の会社がシャープを買収するんですよ。もう僕らの世代って考えられないじゃないですか。あれへん、もう逆ちゃうのって感じ。日本といえば、もう。もう世界冠たるテクノロジー王国でしょ科と。学立国日本。そうそうそうそ科学っていう言葉自体がもう20世紀科学。う。だから2016年とかに、だからシャープが台湾の会社に買収されたり、で、あとだからその今まで性善説と思ってた、やっぱりその2016年にやっぱりトランプが大統領になるでしょう。で、2017年ぐらいから北朝鮮がじゃんじゃかミサイル撃ち始めて、それで、まあもう一方では2018年、西日本豪雨とかがあって、いや、その気候変動問題とか、そういうのが出てきて、2019年、だから彼らが中学2年生か。中学2年生に要は、僕が、スキー場の帰りで聞いた、平成の始まり、平和な時代になることを祈った平成が2019年に終わってしまったと。そりゃ希望持たれへんよちょっとね。モテへんな、これは。ごめんごめん。根性ないとか言うて悪かった。どんな感じなんやろうね、17歳。逆に13%の将来日本が良くなるって希望を持ってる子たちはどこに活路を見出すんすやごろいね。ね。すごいね。逆に。でなもる清ほ水ど。さん、僕らの世代はなんやかんや言うてもまだなんかそのかつてまあ、父親とか母親からも聞いたじゃないですか。でも今の17歳の子たちの親ってロスジェネでしょ。まあ、うちらの世代よね。うちらの世代でしょ。だから基本ネガティブな話しか聞かないで日しょ。本はあかんわ、ほんまにもう、みたいな感じで、ずっと言われ続けて。
もうだほんまに今の若い子はもうできるだけ早く海外に出た方がいい。まあ、あるいはネットでドルを稼ぐかやな。すごいね。ちょ、かわいそうになってきた。とりあえず、17歳に出会ったら、飯はおごってあげようと思った。思いました。思った。なんかだからその、まあ、この17歳の子たちってこの要は物心つくというか、いや小学校入学の時に第二次安倍内閣発足なんで、結局政治によって何かが変わるとかっていう経験がないでしょう。ないね、こりゃ。ないでしょう。だからその民主党の政権交代とか小泉劇場とかああいうの見てないじゃないですか。見てないね。だから記憶にもないでしょう。なんか多分今の17歳の子たちの政治家感ってどんな感じなんやろね。なんか国会ってなんか本当は国の予算とかそういうの決める場所やのになんか嘘言ったとか嘘言わんとかなんか誰が癒着してるとで、か。しかも嘘言うたけど、なんか、罰せられへんの？とか。で、挙句の果てにはなんか批判ばっかりしてたらダメとかっていうわけわかんない話。批判するしかないのに。批判するしかないのにな。すごいね。まあそら、まあなかなか希望は持てないとは思うんですよ。で、私が今、高卒進路っていう雑誌をね、ずっとやってるんですよ。高卒これ進路。何かって言ったら、進学校向けの進路情報って世の中溢れてるんです。溢れてるじゃないですか。まあ、雑誌とか、テレビとかもずっと特集しますけど、でも皆さん、進学校の逆の言葉って知らないでしょ。進学校の逆？進学校の逆、反対。なんて言うんや？進路多様校って言うんですよ。進路多様校。進路多様校。要は、就職者とか、進学者とか、いろんな、まあ、教育困難校とか言えないじゃないですか。だから、オブラートに包んで、進路多様校って言うんですけど。で、私は、だからその進路多様校向けの進路情報誌を作ったんです。なるほど。2019年に。これをずっと出し、まあ、これが私の生きがいというか、これが一番私のフィールドワークなんですけれども、もうだから格差じゃないじゃないですか。まあ、もうだから固そ定されとの、るな。もう固定されてるんですよ。だからまあ、高卒の、まあこれもいろんな社会学の統計で出てますけど、高卒で就職する子の親って高卒なんですよ。そうね。大卒同士の親から高卒就職するような子って生まれないんですよね。で、社会、これ日経で初めて知ったんですけどね、社会エレベーターっていう指標があるんですね。私も初めて知ったわ。格差克服、社会エレベーター動かせ。で、社会エレベーターって何やっつうと、OECD が提唱してるんよね、こそうれ。なんですよ。これだからその最貧層に生まれた場合、まあだから日本で言うとちょっと最貧層ってちょっと難しいですけど、いや最貧層に生まれた場合、1世代30年として平均所得に届くまで何世代かかるか。中国、インド、こんなに大変なのに、希望にあふれてるんだ。日本はだから4世代って、だからその OECD 平均が4.5世代。これもでも結構すごいですよね。まあこれを見たらやっぱり日本って言うてもまだ恵まれてんやで。恵まれてるのかなと思いました。まあでもちょっと不幸って人と比べても本当に意味ないじゃないですか。ないね。本当に意味ないじゃないですか。なんかまあ日本の場合って、で、だからその4.5、まあその OECD 平均より短いというよりかは、この全体的な落ち込み？だから今、年収400万円未満の世帯、2018年時点で、全体の45%でしょ。すごい、これ、ゾッとするね。
ひょっとするね、1989年に比べて5ポイント増えてるんですよ。この年平収成の始400まりと比万円。較してるもんな、これは。社会が全体的に貧しくなりました。もう、だから若い子たちに希望を与えるには、やっぱ頑張って勉強した立身出世みたいな、なんかちょっと安易な言葉になってしまいますけど、そういうロールモデルをね、もうなんか、私、だからその、この高卒進路っていう雑誌作ったのは、結構大きなきっかけが一つあって、盛りかけ問題をやってた時に、朝日新聞の、週刊誌で「アイラ」っていう雑誌の、私契約記者だった、まあ、当時はだからアイラの記者だったんですけど、まあ、アイラの記者として、盛りかけ桜、何年にわたってかな、3年ぐらいにわたって、もうずっと綾瀬の家からもう毎日霞が関に千代田線で行くという、ほぼ毎日すごといね。いう、うん、まそうさいうに日々。社会エレベーターって感じやな。綾瀬から、千綾代瀬舐め田たらダメですよ。綾瀬舐めたらダメですよ。線。綾瀬のようなっていう、綾瀬から、日本の中心地へ向かって。まあ別に北から行こうが、南から行こうが同じやけどね。あの時に、やっぱりその、なんでこの進路多様子向けのあれをやってるかって、やっぱり少し、やっぱり情報がないんですよ。結局、そのロールモデルがないから、みんな目指さないわけじゃないですか。だから、やっぱりちょっとでも、進路情報をというので、まあ、やってるんですけど、なんでこんなことやるかって言ったら、まあ、その盛りかけ問題の時に、そのいろんな霞が関の官僚の人と、まあ、もうしょっちゅう会うので、まあ、だんだん仲良くなってくるじゃないですか。仲良くなってきたら、まあ、ちょっと余分な話もしたりするようになってくるじゃないですそうやね。か。逆にそそれれがの、いい記者だよ。で、まあ、食事とか行くようになって、それで、その、ある某省の、まあ、結構な幹部級の人とね、結構ガチで話したときに、まあ、私がちょっと、高校中退とかって、まあ、ちょっと変わった経歴だっていうのもあるんですけど、その方がね、本当に切実に言われてたのが、だから、その、何年当時だ、3年前ぐらいか、もう、当時言われてたのが、だから、本当に、まあ、その、永田町、見ても、例えば国会議員見ても、こうやってもう世襲議員だみたいな、もう政治が家業みたいになってると、まあ、これも、もう本当に問題なんだけど、もう霞が関もそうなんだと。だから結局、小学校4年ぐらいから、まあ、サックスだとか、なんか知能研だとか、そういった学習塾に入り、中高一貫の私立の学校に入って、大学に行った子たちばっかりが、こう、霞が関に来てしまうようになったと。昔だったら、まあ、例えばその鹿児島の農家の息子、まあ、決して裕福じゃないね、鹿児島の農家の息子さんでもね、いや、勉強頑張ってやって、鹿児島のまあ公立トップだった、まあ、鶴丸高校とか入って、東大の法学部入って、じゃあ日本のために何か頑張ろうっていうのが一定数いたんです、霞が関に。それが全然いなくなったと。だから結局生活法行政を考えたりさ、農政を考えたりとか、漁業を考えたりだとか、地方の問題だとか、全然リアルじゃないんですよね。なるほどね。怖いまあ、ね。だから、そういうのも、まあ、こういう若い人たちの希望のなさにつながってると思いまやっすぱけどね。国立大学の、学費めっちゃ上がってるからね。上がってる上がってる。あれ、今の、申し訳ないです。一月万札見られてる方、結構びっくりされると思うんですけど、上がってるどころじゃないんですよ。だって倍単位ぐらいに勢いいじや、ゃない？倍どころじゃないですよ。あれ、要す数るに字。倍ゲームね。だって、直近のデータが大体国立大学文系とかで大体50万ぐらい。だけど、例えば平成始まりの元年は33万。で、じゃあ私が生まれた時は、1978年14万。じゃあ60、じゃあもっともっと前に行くと、もうなんか1万円とかね。もう。その時やっぱ這い上がれるよね。そうですよね。まあ今、2020年から、就学支援新制度っていうのが始まったんですよ。
高等教育就学支援新制度というのが始まって、住民税非課税世帯の、清水さん、ご苦労されて、たくさん奨学金借りて学校行かれたと思うんですけれども、住民税非課税世帯の子どもたちは、例えば本当に住民税非課税だったら、約26万円の入学金と、ね、年間70万円の授業料。これが減免ですよね。あと生活費として年間3、最大91万円の給付型の奨学金、これ返済不要です。まあ要するに這い上がれる。這い上がれる。いいね。そういうものができてはいるんですよね。いいことじゃないか。いや、いいことですよ。いいことですけ希ど、望はない。希望はない。てか、知られてるの？その制度が。そもそも。子供いたや、あまち。り知られてない。まあ、実際あまり知られてなそういでだすよね。ね。難しいんですよね。だからその今、何でもなんか人権だなんだかんだって言うじゃないですか。学校の先生がもちろん子供たちに聞けないんじゃないですか。お前の親の年収いくらだとかね。ねえ、だから確本当かにに。ピンポイントで指導することもできないですし。確かにな、お前の親は貧乏やろ、こんな制度あるんやぞって言ったら、それだけで先生が停職になりかねん。でも本当にね、だから本当に地方でね、そういった制度利用してね、専門学校行って、この春から IT エンジニアになる子いるんですけれども、ゆあのそれは矢沢永吉みたいな成り上がりじゃないですけれども、要はまあ、こう、矢沢永ゆ吉はだってうん、もう特殊個体でしょ、あれはもそういう、なんていうのかね、本当のもうガチの成り上がりじゃない、ちっちゃい成り上がりをいっぱい作っていかなきゃいけないんえ、です。それが社会を底上げすることだよ。田舎の、ちょっと貧しい高校生が、まあ、例えば、まあ、高校生の田舎の就職の定番で、例えば女の子だったらスーパーマーケットとか、もう絶対年収300万超えないんですよ。超えないね。超えないんですよ。でもね、そういった子でも、その就学支援新制度を使ってね、ちゃんと IT の専門学校行って、基本情報技術者試験とかにね、ちゃんと合格すれば、今 IT 人材なんかどこも不足してるので、ちゃんと会社入ってね、もう1年目でもちろん300万ぐらいもらえてね、もう25歳で400万とか超えてくるんですよ。そういうちっちゃい成り上がりをいっぱい作っていかんと。いや、そ本れ当そがうや希で。望になると思うね。だって、私、通信制高校で偏差値30の時、今でもこの動画でもよく言うエピソードだけど、私が大学に行こうと決意したのは、16歳の時に体育の授業を一緒にサボってた35歳の、当時はおっちゃん。生徒ですよ。まあね、清水君は大学に行くのかいっていうふうに言われて、ね、いや、いかなんでも、人間学歴じゃないっすよみたいな。ことをね、体育館の裏でですね、おっちゃんはタバコをパーッと吸いながらね、聞いてたわけですよ。で、いやー、清水君、その時は人間学歴だけじゃないんだよって。でもな、俺は30過ぎてもな、高卒資格も持ってないから、ずっと最低賃金なんだよ。ほんと社会って学歴じゃないよねって言って、別にそんな感じのテンションじゃなくてね、いや、もうほんと、そうやな、人間学歴が決まんないよ。ほんとそうだよ。でもさ、俺、高こういう性格なん卒ですね。資格持ってないからさ、30過ぎても最低賃金で、ここの高校出れたら50円上がるんだよ。しか言わなかったのよ、本当に。だからお前勉強しろもなかったの。もうそれ受けても衝撃受けたよ、俺。俺、どんだけ世の中舐めてたんだろうと思って。で、大学行こうって思って頑張って勉強したら、山一証券が破産しました、みたいな。じゃもうなんじゃこれ、みたいな。じゃもう。昔ってでもなんで希望があったんでしょうね、逆に。まあだからやっぱり高卒の資格を取って、例えば正社員になれたら、その人多分35か33ぐらいだったけど、もしかしたら結婚したい人がいたのかもしれないじゃん。とかなんかそういうのがあったんじゃないかな。もう結構だってスッとした人やったからね、見た目も。そういうのがないんじゃないの？だって高卒の資格取りました。で、就職正社員になりました。じゃあ俺の最低賃金だけど、そこから年収350万になって、で、もしかしたら、一生懸命頑張ったら500万になれるかもって。そしたら住宅ローン組んで、家借りてとかって。そうやね。
そうやね。30代でそういう希望さ、中卒の子今持てるかな？無理でしょ。無理やだっろ。て、まあ、さっき言ったみたいに、年収400万円未満が40%ですうん。で、それってだって全年齢ってことやろ？で、年齢。うん。安いね、給料。切りやすいな。だからモテへんねやろね。持てない。うん。モテへんっていうのは、希望希が。望、希望がね。うん。志村さん、18歳の時は希望はありました。いや、だから18歳の時は、その山口証券と拓殖銀行が潰れて、やばいって思って、新聞部で、自分で作った新聞部で、学生数2000人しかいない大学で、これからの終身雇用は崩壊していく、景気が回復しても終身雇用なくなるジョブレスリカバリーの時代なんだ、俺たちは生き残るサバイバルをしなければならないっていうそれ新滋賀聞県を。立大の学生にしてはポテンシャル高すぎません？ で、それでうわーって書いて、で、もう10人ぐらい友達集めて、もう、ぶわーって配って1年間。しかもガリバンでガリバン、もうガリバンだよ、ほんと。ほんで金ないからさ、先生たちにね、いや、この大学ってできたばっかりだから新聞部ないんですよ。先生の大学には新聞部あったんですかって、京大出身だからさ、みんな。ね、いや、新聞部っていうのはね、あってね、あだこうだって言って、そうですよね。で、うちにもない、あった方がいいと思うんですよ。カンパくださいって。今とやってること一緒。やってるのと一緒。そしたら、原点はそこにある。で、そうすると先生こ、いや、しゃあないな、みたいな感じになるわけよ。で、それで集めて、で、それで48ページの新聞をですね、月刊で、年間で12回やって、でも基本的には社会問題について書きまくって。で、何も響かへんなと思ったからやめた。なるほどね。その今のでも若い子たちに希望を持たせるには、その親世代であるロスゼネが、要は希望を持てるようなことをメッセージ出してあげなきゃいけないじゃないですか。僕らなんか出せます？メッセージ。出せる？出せるね、俺は。出せる。出せる。あんま問題ない。もう。希望しかないよ、この世の中には若い人。大丈夫ですよ。大丈夫。何を言うんだが。まず、皆さんの年上の世代、18歳ね、以上の世代の皆さん、ね、おじいちゃんもお父さんの世代もみんなアホです。つまり、この世の中はどんどん悪くなります。ということは、円がどんどん下がっていきます。で、皆さん、デジタルネイティブの若い人たちはね、一生懸命パソコンで安くてもいいから、ね、ドルを稼げる手段を考えておいて、これから稼いだやつをね、全部ドルに変えておいたら、もう、アホの大人がどんどん国をダメにするだけで、皆さんの貯金は膨りで膨り上がる。素晴らしいじゃないですか。どう？これ。希望ない？希望あるね 希望あるでしょ？ 希望ありますね。でも絶対 NHK のようこそ先輩には呼ばれないですね。いやいや、それは呼ばしたいでしょ。なるほどね。はまあ、そっか。そういう視点で見たら希望はあるのか。い。あららららら。あるよ。ある。こんでもな安つい。全な国にいてだよ。みんながバカなんだよ。逆か。だから政治へ期待しないとかじゃないのか。うん。こう期待できない政治だからこそチャンでスきなんるだよ。何かを感じそうる。そう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 そそれが13点何パーセントいるってことだ。うそうそうそう。もうこのバカな大人の中で生きていけば、もう騙して伸びていくなんて簡単じゃないかとか。でもそれぐらいのさ、こう、ガッツ。いるよ。高橋がなり作戦だね。高橋がなり、最近何してんだろうな。わかんないですけどね。高橋がな。あの人なんまあ、か、ごめんなさい、私、エロ本出身の編集者なんで、まあ、なんで今、高橋がなり作戦かって言ったかというと、高橋がなりっていうアダルトビデオメーカーをソフすトごいオンデマンドですよ。っていう、でかい AV メーカーを作った人がいるんですけど、まあ、あの人が言ってて、まあ、有名な言葉が、結局そういう業界で働いてる人ってバカばっかりだから、自分が行けばすぐナンバーワンになれるだろう。若い人も今そんな感じなのかもしれないね。
早く世に行ってくださいって待ってるかもしれない。いや、でもさ、あれだよ。ちなみに、澤野さん、ソフトオンデマンドの本社行ったことある？ありますよ、私は。ある？エロ本の編集者だったから、ガえ、チで。中野のところやで？行きました、行きました。マジか！俺も何度も行きまし普通に行ったよ。てた、普通何度に。も行ってたよ、俺も。なんで清水さんが行ってるんですなんと取引先だったんですか？あ、そうなんですよ。か。新中野でしょ。エロアニメを作るからっていああ、うふうに。新中野でしょ、丸のそう内。そうそう、新中野、あそこ。覚えてる。毎回行ってた。私当時、だから、エロ本編集者のもう一番下っ端だったから、アダルトビデオメーカー回って、新作が出たら、広報さんに話聞きに行くのが私の仕事の一つでし素晴らしい。た。いいんじゃないの？もうそういうふうに。でね、この話を聞いてね、不機嫌に思う人もいるかもしれないよ。でもそんなね、自分のおじいちゃんとかね、親の世代に聞いて、おお、いいね、いいねって応援されるような、ね、夢とか目標っていうのは、それは成長してる国だったらいいんですよ。なんでこんな沈んでる国でさ、沈んでる大人たちに応援される夢なんか、意味ないって。こっちはピー音を入れないと、日本財団の今日調査の話なんですけど、もう一つ日本財あ、そ団、うやっ同たそうやったじこ日の本ピー財音団がやっな。てるピー音が、日本財団第4回ピー意識調査っていうのがあるんですよ。まあ一回ぐらい言っていいよ。1回ぐらいはいい一んで回すぐか。らい。まあ、これで何がいいな、これで、やっぱりね、ちょっとね、今の若い人ってね、10代でですよ。これちょっとやばい数字やね。10代で、全体の2割ですよ。いや、これは10、今映ってるんですかね。10のファクトっていう部分を映してるけど、この4人に1人が本気で死にたいと考えたこと。で、しかも未遂経験者が100人中6.2%。何やこれ。これのね、13ページ目見てもらっていいですか？なんか怖いこと書いてんじゃん。いや、だからもう若年層。せっかだからく。1年以内に、要は、ね、そう、本当に絶望してしまいたくなった人が、10代から、まあ、15、19歳、20歳ぐらい、2割ぐ何らこいいるれ。ね。マジかよ。で、次のページ行ったらもっと怖い。まあ、ちなみにね、10代、20代、確かにこれ、増えてんだよね、今。ありえないぐらい。かわいそうに。まあ、だからちょっと兄弟とかも減ったり、まあ、駄菓子屋がコンビニに変わって、やっぱり人との関わりっていうのが少なくなってるじゃないですか、今の子供たちって。だから人と関わる能力がやっぱりちょっと弱いから、メンタル的にもね、ちょっと弱くなってしまうのかもしれないまあと支僕はえ思てう。くれる人もおらんもんな。いや、一気にシュンとした。さっきまでなんかテンション高く喋ってたけど。中国の国歌も一回歌えばいいんじゃないです中か。国の国歌もう一回歌おうか。もう。すごいへこんだ。悲しいな。悲しいね。まあでも子供は社会の鏡ですから、まあこれが政治の結果ってことでしちょっと厚労大臣とか土下座した方がええで。ょ。子供にこんな風に思わせたらあかんでしょ。4人に1人が。でも、しのぶさん、絶望と怒りというのは違うんですか？絶望と怒りは全然違うよ。私はうつ病経験したからすごくわかるけど、怒りなんか湧いてこないよ。どれだけひどい目にあってもこの野郎と思わないよ。破滅願望は出てきますよ。例えば、暴動とかね。いや、暴動とかじゃなくて、あ、絶望と怒りっていうのは違うんだ。だからどちらかというと、その怒っなんかこの自分を苦しめてる対象の何かを指して俺も死んでやるとかなるよ。そういうのはでも怒りとはちょっと違うじゃん。
怒りっていうのはなんかこう、なんだろうな、こんな状況にしてくそー、這い上がってやるみたいな、こう、そういうのだけど、そういうのはなくなるね、絶望状態。進めの方そですね。う、進めー、進めー、進めーっていう、そっちの方あれではすもう抗日戦争の中国人の、もう日本人許さんぞーっていう。ああいうのやけど。なるほど。じゃあまあ別にこれが、この絶望が投票行動に移るっていうのはないということですね。ないね。っていうか、4人に1人が周りの人を自殺で亡くした経験があるって、これ10代なんだよね、これ。これやばくないか、これ。日本ってね、ごめんなさい、ちょっと、聞いてて不快になる人いらっしゃるかもしれないですけども、私、嫁フィリピン人なんですよ。それで、まあ、フィリピンっていうのは、まあ、ほとんどの方がキリスト教で、まあ、中でもカトリックが多くて、まあ、うちの奥さんもカトリックなんですけど、で、日本人って、正直、無宗教じゃないですか。無宗教どころか、矢をよろずの神というか、もう本当にこのパソコンのマウスにも神様がいる。このパソコン自体にも神ライ様ターがにいる。も神様がいる。神様がいる。俺そんのな感髪じのじゃ毛ない一です本一か。本にも神様がいるぐらい。だから、私、フィリピン人嫁といて思うのが、やっぱり、毎週日曜日、今だった、教会に行くんですよ。礼拝にね。やっぱりその信仰心というか、例えば私だったら取材で、まあ、ベトナム人の技能実習生とかにもよく会いますし、まあ、彼らはまあ仏教徒が多いんですけど、やっぱ彼らって結構お寺とか行くじゃないですか。でも日本人ってまあ行ってもあれでしょう。お正月にパンパンするぐらいでしょ。調子いいまあ時に。ね。ほとんどの日本人が。そんなに心身深い人いないでしょう、基本周りに。あんまりね。だからそのフィリピンの嫁とか見てて思うのが、やっぱりそのまあ何をお祈りしてるか分かんないけど、やっぱりその毎週、なんかね、やっぱり神様の前でね、やっぱりなんか言ってるもん、なん何言ってかるか言っ分かんてないでする。けど。なるでも日ほど。本人ってやっぱりその無宗教がゆえにね、すべての非は自分に求めるしかないでしょ。何かして悪いことが起こった、何か自分が悪いことをやったんじゃないかとかね、まあ、それが日本人の強さかなのかもしれないんですけれども、ごめんなさい、なんでこんな話してんだろちなみに私は信う。心深いですよ。あ、そうですか。浄土真宗。南無阿弥陀仏。親鸞が、歎異抄を書いたところとか、教場信書を書いたところとかっていうところも行って、で、そあ、こそうで、ですか。こうちゃんとお祈りを捧げですよ。南無阿弥陀仏と言ったりとか。結構ね、大好き。あ、そうですか。もう、ありとあらゆる聖典を読んできたよ、俺は。もう、コーランから旧約聖書、新約聖書。もう、日本仏教になるだけでも無限にある、この、南無阿弥陀仏が一番。私の場合はね。まあでもね、死にたくなるときによく唱えてた。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。まあ、南無阿弥陀仏なかったら死んでたかもな。確かに。まあでもな、信心深さがないと落ち込むかもしれんね。落ち込でみもがほ激しいとかんど日本人のでもマジョリティはそうでしょじゃあ、蓮如と法然と親鸞の違いとかって言われても多分出てこへんやろしね。出てこないです、出てこないです、出てこないです。マルコ、マタイ、ルカ、ユダとかって言われてもおかしかなぐらいしかもしれんね。旧約聖書と新約聖書の違いも知らんかもしれんしでもあれだな、やっぱりしゅんさん、この10代の子たちが生まれてきた原風景っていうのを、やっぱりこう冷静に見ていくと、それは希望は持てないけれども、でも逆にその焼け野原から立ち上がっていく、なんかそういった種類の希望はある気はしました。ドル、今ドル。日清水さんと話してて。ドルね。で、でもドルも短期的な要因に過ぎないから、まあ仮想通貨とか、それは新しい技術で、のし上がっていくしかないんじゃない？大丈夫だよ。死ななければなんとかなる。俺も何度も考えたけど。で、その
それこにその今希望なき10代に語りかけなきゃいけないのは僕らロスジェネですからね。そう。うん。彼らに対して、一まあ、月万冊見てる10代っているんですかね。いたらコメントちょうだい。まあでもな、本当にこの子供は社会の鏡？いや、こんなに死にたい思てる子たちいたらあかんよ。悲しすぎる。悲しいね。もう老害政治家たちができることは切腹だけだな、すぐに。いやいや、まあね、ちょっと最後はしんみりした話になってしまったけど、今日ちょっとなんか若干これもテなンい。ションのアップダウン激しくなかった、今日、いつもより。途中で毛沢東を歌ったりして、でも最後は春それ風はみたい清な。水さんです。私、生身だ、つって、これちょっと。いやー、まあ、まずこの大人がな、元気出すしかないよな、もう本当に。だって今6914票あって、あなたは日本の将来についてどう思ってますか？良くなる7%、悪くなる82%、変わらない5%、分からない7%。この背中を見ていたらきついやろ。まあ、それはそうやね。少しでもね、明るいところを見せてあげたいなと今日は思いました。なんか、救いがないな、今救いが日。ないね。どうしよう、どうしよう。え、どうしようって、最後に大丈夫、大歌え、丈夫。国歌歌えますか？国歌歌うか。進め、進め。で、日本の国歌はもっと穏やかだから。別に、ちなみに、世界の支配者、心の支配者とか言うてるインドとかね、運命の支配者とか、あるいは、スマースマースマーとかって言ってるところが核ミサイル持ってるのが怖いからね、アメリカの国歌はまあまあやばいから、逆に俺は全員が、君がよとかって言うてる方が平和な世の中やと思うよ。はい。というわけで、今日も読書っていうのと、澤田さんのね、高卒新論の編集長のやっているこのフォロー、ツイッターのフォロー、ぜひね、フォローしてくれると嬉しいなというふうに思お願いいしまます。す。あと、澤田さんのカンパ受け付けてるよ。じゃあねー、今日も読書。